にちは。今回はグノーシスに乗ってスリーパー狩りをして遊ぶの。それじゃあ出発。この前戦艦を何個も買ってお金をいっぱい使ったから、しばらくスリーパーキャストイベントのデータサイトで金策をしてたんだけど、またミサイルを撃ちたくなったからワームホールの整形にある戦闘サイトで遊ぶことにしたの。今はクラス2の整形にある防御ラインハンガーっていうサイトに向かってるけど、ワームホールの整形にある戦闘サイトは初めて行くからドキドキしてるの。戦闘サイトはスキャンしなくてもシグネチャのリストにいっぱい並んでるの。到着したから早速戦闘開始。ここは何回か敵が出てくるんだけど、次の敵が出る条件は特定の敵を倒すことなの。今はウェーブ1だからパトローラーって敵を全部倒したら次の敵が出るみたい。パトローラーを最後に倒さないと敵が残ったまま次の敵が出ちゃうの。シールドが全部削られちゃってるけど、アーマーで防御する装備構成だから問題ないの。ドローンも持ってきてるんだけど、イベントサイトの時にドローンを出したら敵にすぐ攻撃されちゃったからドローンを出すのが怖いの。でも全然出さなかったら持ってきた意味がないから試しに出してみよっと。ドローン大丈夫みたい。ドローンが自動で敵を攻撃しないように設定して、僕が攻撃した敵にだけドローンに戦わせれば大丈夫かも。戦艦が1個と巡洋艦が2個出てきたの。で、急にアーマーのヒットポイントが削られてるの。敵にくっつけばダメージが減るはずだけど、その前にプチッと粉々になりそうだから退却。戦艦が遠くに出るから近づく間にいっぱいダメージ受けちゃう。もう1回戻って戦ってみるの。攻撃を避けるために横切って近づいてみるの。それでもやっぱり削られちゃう。早く逃げなきゃ。今回はストラクチャも修理しなきゃ。 SS にモバデポを置いてストラクチャのリペアラを装備して修理してみるの。本当はワームホールを通ったらすぐステーションがあるからそっちの方が早いんだけど、ストラクチャのリペアラを使ったことがないから試しに使ってみたの。ストラクチャの回復はなんだかすごくゆっくりだね。 20.4 秒で57ずつしか回復しないみたい。やっとストラクチャが全部回復した。ストラクチャのリペアラは修理に時間がかかるね。さっきは戦艦を倒そうと近づいたけど、今回は巡洋艦を1個だけやっつけて逃げようと思うの。どんどんアーマーが削られちゃう。なんとか1個だけ倒せた。巡洋艦を1個減らしても受けるダメージは大きいままだね。一旦逃げる。戦艦の攻撃がとっても痛いの。またストラクチャを修理しなきゃ。今回はステーションで修理したの。次もアーマーが残ってる間に1個だけ倒してしまおっと。まずミサイルが届く巡洋艦を倒してから戦艦に近づいて倒すことにしようかな。あれ、次の敵が出てきちゃった。戦艦から倒さなきゃいけなかったの。敵がいっぱいになっちゃったから別のサイトでやり直すの。最初の敵を倒している間にサイトの奥の方に行っておいたら、次に出てくる戦艦との距離を縮めることができないかな。試しにやってみよっと。さっきも言ってたけど、今回の装備構成はハマーを強化してるの。スリーパーはタレットとミサイルの両方で攻撃してきて、属性耐性も4つ全部上げておいた方がいいみたい。一方でスリーパーの属性防御も全部同じだから、こっちの攻撃属性は何でもいいみたい。アーマーリペアラを2個動かしてるから、電池とか充電器でキャパシタ性能を確保して、リグはアーマー回復量を増やすのを3個つけてるの。この敵を倒したら戦艦が出てくるの。どうか近くに戦艦が出てきますように。今回は戦艦が近くに出たの。このまま戦艦を攻撃しながら横切る感じで接近してやっつけちゃう。ここまで近づけばダメージも十分減っちゃうみたい。
前回と違って戦艦に攻撃が届いてるからドローンも安心して出すことができるの。戦艦やっつけた。残りの2個もやっつけたら最後にもう1回敵が出てくるんだけど、また近くに出てこないかな。指向性スキャンを定期的に回してるけどプレイヤーはいないみたい。最後の敵もさっきと同じぐらいの距離に出てきたの。最後の敵はさっきのよりちょっと硬いけど攻撃力はちょっと低めみたいだから問題なく倒せそうなの。今回の戦闘サイトは倒す敵の順番と位置取りを気をつけたらいいみたい。最初の敵を倒しながら奥にある岩の近くまで動いておけば戦艦が出てきてもダメージをあんまり受けなくて済みそうなの。戦艦やっつけた。そういえば最初にモバイルトラクターユニットっていうのを設置しておいたの。この装置は残骸を一箇所に集めるから戦利品を集めるのが簡単なの。敵を全部倒し終わったの。あとは残骸の荷物がモバイルトラクターユニットに入ってるから回収するの。荷物はスリーパーキャッシュと同じでブルールートなんだけど、今回の防御ラインハンガーは1560万円分で固定みたい。あとはサルベージャーを装備して残骸をサルベージしたら終わり。クラス1とか今回行ったクラスには報酬が安いけど、もっと上のクラスの戦闘サイトは報酬が多いみたい。前からやってみたかったスリーパー狩りができて楽しかったの。今回はこの辺りで終わります。またね。